皆さんお元気でしょうか。今回も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、はい、今回もここ城西にお邪魔してるわけなんですけども、やっぱりお庭美しいですよね。いや本当に綺麗ですよね。本当にね、緑があるっていうのはやっぱり落ち着くよね、はい、ミシェルさんのお家ってお庭あります、うん、僕小さい時、今はないんですけど、小さい時千葉でね育った時にはありましたね、はい、親父が好きでね、はい、芝生がちょっとあったり、いつも花が咲いていたりってことはしましたね、はいはい。実際にこう盆栽とかガーデニングってされますか、うん、今はしないね。もうマンションで住んじゃうとね、家の中に買ってきたお花があるぐらいとかさ、植木がちょっとあるぐらいでね、はいはいはい、私も豆苗ぐらいしかないですね。豆苗あ、そんな振り下げなくてもいいのか。育ってやつですよね。野菜なんですけど、野菜、はい、切っても切っても何回もこう生えてくるで食べれるの。食べられます。はい、ということで今回は、ね、はい、あの緑にまつわる企業様をご紹介したいんですけれども、うん、最初にご紹介しますのは、はい、茨城県つくば市でガーデン&エクステリアショップを展開しているこちらの企業様です、うん、その男は某テレビ番組で放送されたガーデニング王決定戦に出演し、ガーデニング王2冠に輝いた実績を持つ。ガーデンデザインのコンセプトに自然と調和し、自然との共存、和洋の超越、温故知新の庭づくりを目指すという基本理念を持ち続けているその男の正体とは。やっぱり我々は伝統を守りながら新しいものを創生していくんですよ。でこれが私のこれからの仕事。庭を通して日本文化を豊かに育む株式会社つくばランドスケープ代表取締役江田陽一。つくばランドスケープが手掛ける相馬オリジナルガーデンは自然との調和を目指しており、さまざまな間を自然石やレンガなどの自然素材と季節感のある自然樹形の雑木などを使用し施工を行っている。さらにつくばランドスケープでは自然素材のユニロックを使用し、自然との共存を追求した黎明、離宮、是空といった独特な名称が付けられた庭園も手掛けている。自然の法則に順応した庭とは一体何か、代表取締役の江田に聞いた。今日お持ちいただいた2つの作品も本当に可愛らしくて、なんて言うんでしょう、まず雰囲気が変わるもの ね、はい、ね、これ驚いた。ポッとここに座らせていただいた時に、はい、あもうすぐあなどうしたなんかこう雰囲気が明るくなるというか、明るくなるし落ち着くしね、はい、うん、本当にお庭を切り取ってここに持ってきた。そういうことなんだ。本来だったらその庭にあるものが、うん、ね、こういうお部屋の中に入ってきても、はい、なんか落ち着くんだね。これは僕意外でした、はい、うん、江田さんがどちらも、うん、そうです、あのうちの女の子が作ったんですけども、はい、で本来はもっとこれ派手だったんですね、はい、さーっと、うん、派手に作ってたんですけども、全部あのそぎ取って、はい、あの皆さんボケちゃいますのでね、はい、あんまりこう鼻が綺麗すぎると。あ、はい、鼻がね、なるほどね、負けましたけどね最近すぐ負けちゃってね、もうね。海外のはい、あのガーデニングをされる方っていっぱいいるじゃないですか、はいはい、でも日本の庭園っていう考え方もあるんです。これ全く違いますよね、はい、違います、違いますよね。これが僕は不思議で、これはですね、はい、海外、例えばヨーロッパ、はい、フランスなんか特にそうかもしれないですね、はい、向こうの文化っていうのは、うん、花に例えると花束なんですね、うん、なるほど、パサッと合わせてプレゼント、はい、日本は違うんですね。そこからあのさっき言ったようにそぎ取りの引き算、引き算をして軸を見せる文化なんですね、日本の文化は。引き算をして軸、その生け花でいうとこう線を見せるんですね、はいはい、だから庭なんかも手入れもそうですね、軸線を見せるように幹を見せるように透かすんです。だから透かすっていう日本の文化ありますね、はいはい、それは家で言えば障子という伝統的なもの。あ、透かすね、透かす。だからヨーロッパの文化ちゃんと締めるんじゃなくて、はい、こう透かしてくるっていう。うちのね、父親は、はいはい、やっぱりこちらの方が好きだったわけですよ、こういう日本庭園とかそういう方に。何なんだこの雰囲気はっていうことをずっと言ってたよ。だから金沢にその兼六園を見に行くだとか何だとかって、はい、京都にどこどこ行くとかやってましたね。何か感じるものがあったんだね。あのこういろいろパンフレットとかも拝見して、はい、はいはい、ユニロッ
っていう言葉を見つけたんですけど、はいはい、何でしょうか。石をですね、あのユニット化してするっていう、その昔からのお庭には石を使ったりするときに、はい、伝統的な工法として、はい、仮組っていう工法がありまして、はい、仮組、仮組、仮に一回作るわけですね、それをまた現地で組み立てる、そういうその伝統的な技法があるんですね。あ、でなるほど、これをコストを安くていいものを作るためにユニット化しようと、石材をパズル方式にユニット化してものを作ろうと、これをユニロックっていう命名したんですね。商標を取りまして、だからこれを例えば海外の工場でプレーカットして工場で作っておいて現地に日本にそのまま持ってきて、それを開けば一つの庭ができてしまうと、今まで1ヶ月かかった庭が10日でできると、でグレードの高いっていうのがユニロックっていうものなんですね。へえ。それを開発を今から15年前ですかね、しまして、でそれをもとに今のビジネスが始まりました。へえ、できるんですね、それが。はあ、だからグレード、ただあの職人さんですね、仕事をやるのはやっぱり手仕事なんですね。そうすると職人さんを一人前にするまで10年かかるんです。10年待てないんですね。若い子は素人がやりようがないもんね。そうですね。設計図見せられてどうぞみたいなのできないもんね。だから熟練工でもできるものをあらかじめ作ってしまうと、住宅でいうプレハブ工法です。例えば在来工法でやってると4ヶ月ぐらいかかるものはわずか3日で家が建ててしまう、それを庭番に応用したものです。へえ。これがユニロックって言います。へえ。実際にあのご注文いただいたお客様っていうんですかね、はいはい、ご依頼いただいた方からはどんなお声が寄せられてますか。あのそれで今作ったものはいいんですけど、はい、まあ、これをですね、あの私も欲が深いもんですから、はい、このユニロックを全国に販売の展開を始まったんですね、はい、10年前に、はい、でこれはもう飛ぶように売れるだろうと、うん、こんなに便利ですぐできちゃうものは全く売れなかったですね、うん、あ、そうですか。そういうことですね。やっぱりその我々のガーデンっていうのは、その石だけで作るもんじゃないんですね、はい、そこに景色を作らなくちゃいけない。あ、石が強すぎて他が負けてしまう。だから私のところは私がデザインして私が現場に立ってものを作ってたからそれができたわけなんですね、はい、大きな私勘違いしまして、これは誰でもできると、だからもう飛ぶように売れてと思ったら大間違い。なるほど。自分の思い込みだけではダメだということですね。あ、そうか、それを、それだけを求めてるわけじゃないからなんだな。この時の思いが入らないとダメだっていうことですよね。そうですね。お客さんはあの絵の具の犬を使うのを求めてるわけじゃないんです本来ね、はい、やっぱ絵なんですね。あ、絵に何が表現されたか、それが本当の値打ちですね。あ、それを僕は絵の具だけ売ろうと思ったわけです。大きな間違いでした。でもそこから気がつかれてまた違う展開に入っていくわけですね。そうですね。そうですよね。でそれからこの花を始まったんです。なるほど。そうなんですね。それまで花屋さんやってなかったんですよ。あ、そうなんですか。そうなんですよ。あの植木はやってましたけど、このお花はまでで花屋をそれから始まったんですね。あ、やっぱりこう花見ておごる人いないし、はい、やっぱ花のある生活をしてほしいと皆さんに。いや、そうですよね。それでその宿根草、まあこういうの宿根草って言いますけどね、はい、こういうクリスマスローズとかを。うん、こういうこの毎年毎年咲かせるものですね。そのメンテナンスが楽で、この専門店を始まったわけですね。あ、こう育てたいなって気持ちはあるんですけど、なかなか難しいなと思う部分もあって、うん、メンテナンスっていうのはどういうふうに。それはあの、はい、うちでもですね、うん、皆さんにそのお花をやってるってことは皆さんにその枯らさないように、うん、うちで指導しながら、でうちの子たちにいつも言ってるんですね、花を売るんじゃないよと、うちは、うん、ノウハウを皆さんにやっぱりあの、うん、お教えして、うん、それが主流だよって、でもやっぱり綺麗な花をみんな売ろうとするんですよね。うん、ビジネスって本当そこじゃないですね。あ、でもうお客様の立場に立って、うん、世話の仕方、うん、でこういうマニュアル書も出しながら、うん、でうち独自のその組み合わせ、うん、こういう組み合わせが皆さんできないんですね。うん、
でこういうふうに組み合わせたらこういうふうになりますよっていう、うん、そういうものを全部こう作ってるんですね今。じゃあ今回そのノウハウ付きでお客様にご提供するっていうふうになってからのお客様の反応はいかがでした？はいはい、いろんな方に紹介してくれますね。あ、もう今まで花に関心がなかった、うん、っていうのは花なぜかっていうとですね、世話してあげると達成感あるんですね、返してくれるから。だからうちでもね、やっぱりこう皆さん何年がいくつになられてもやっぱり達成感って必要なんですよね。だからお花を世話することによって返してくれる、本当そうですね、達成感味わえる、本当に生きてくれてすごく大事ですね、達成感。生きがいみたいになっちゃうね、はい、本当にもう会うのが楽しみになるでしょ、はい、ですね。水を与えたら本当にビョーンと花がこう立つ時ありますもんね、はい、そうだ、いいですね。気持ちが変わってきたよ、はい、落ち着いてきました。お話を聞く前と今とね、はい、じゃあ次にですね、江田さんの今後の目標をお伺いできますか、はい、やっぱり我々は伝統を守りながら新しいものを創生していかなくちゃいけない、はい、でこれが私のこれからの仕事ですね、うん、やっぱりあの次の世代を育てていく、うん、っていうのが今一生懸命庭文化を作ろうと、うん、平成の庭文化と、うん、現代風っていうこともありますよね、はい、そうです、今の生活様式に合ったもの、生活様式ね、はい、でそれが世代とともに、ただ今ちっちゃい子供さんがいて庭が遊べる状態、うん、で10年経てば10年みんな年取ってきます、うん、その時庭が変えられるような庭を作ろうと。だうち の, そのさっき言ったユニロックっていうのは、はい、物を作ったのがチェンジできるようにしてあるんです。へえ。15年後に変えるって言った時にはそれを外して別のものでまた代用できる、でそれをまた欲しいところに持ってく、あ、まあ、リユースできるってことですね。あ、で庭もどんどん疫学と一緒で変えていくってことですね、風水じゃないんですけど、生活とともに年齢とともに、はい、いや初めてのお話だね、本当ですね、ねえ、うん、草がバーッと出てきちゃったからそれ取るぐらいしかやってなかったからな、はい、もうあるもんだと思ってたけども、変わっていくっていうのがね、確かにそうだね、そうですね、楽しいね、うん、私の考え方、庭に対する捉え方もちょっと変わりました、お話を伺いして。あ、そうですね、そして、うん、でもこうやってこう一人一人言い続けていかないと、はい、僕啓蒙活動が今すごく大事なんですね。だから一人一人そういうふうにその庭に対する気づき、うん、で庭の文化っていうものを、うん、僕は日本全国に作っていきたいというのが私の今の目標です、はい、今まであったものとこれから新しい文化とね、うん、やっぱりうまくこう流れていってほしいよね。最後になりますが、うん、はい、江田さんの格言をお願いします。格言ですか、はい、ですね、私は石と庭とは石と木という絵の具で描かれる風景の物語であるということですね。木と石の絵の具で、うん、あの何を見せるかじゃなく、うん、そこで何を感じてもらえるかっていうお庭を作ってます、うん、っていうのが私のモットーとしてます、うん、見るものもそうなんだけど感じるっていうね、やっぱりそこだよね、うん、心で見よう、感じようと、しっかりいただいちゃったな、はい、素敵なお話たくさんありがとうございました。ありがとうございました。続いてご紹介する企業様なんですが、はい、うん、綾乃ちゃんって宮城県出身ですよね、はい、宮城県の伝統芸能ってどんなものがありますか？伝統芸能か分からないんですけど、うん、よさこい祭りとかは伝統芸能に入るんですかね。各地にね、ありますよね、はい、あるね、祭りとかいろんなもあるもんね、はいはい、私岩手県出身なんですけど、岩手県も獅子踊りっていう獅子舞のちょっとこうたてがみがあるような立派な獅子が踊る踊りがあったりとか、まあ、それぞれいろんな地域に伝統芸能ってありますよね。ありますよね、はい、千葉なんだな、房総の方行くと大量祭りとか大量温度だとかなんかあるね、房総の方がね、はい、あ、そうか。ということで続いてご紹介しますのが、うん、はい、広島県北部の伝統芸能です。はい、広島県安芸高田市、中国地方の中部、広島県の北部に位置するこの土地は戦国武将の毛利元就の本拠地としても知られている。古
古くから伝統芸能として神楽が伝承されており、勇壮華麗な安芸高田神楽は見る者を魅了してやまない。この神楽がですね、やっぱしこの安芸高田市の伝統的な文化ということです。文化と伝統、そして郷土愛にあふれる広島県安芸高田市長濱田和義。インタビュールームに並べられた神楽の衣装、これらは実際に神楽で使用されるもので、鬼面、オロチ、そして衣装は予天といい、鬼が着る衣装だという。さらに今回安芸高田の郷土料理である潜り寿司、鹿肉の燻製などが登場。安芸高田市の魅力を市長の濱田に聞いた。広島県からということなんですが、遠くなかったですか？空港までだいたいですね、1時間ぐらいで、空港1時間、2時間ぐらいですね。ああ、そうなんですか。そう、なんか、ね、広島から成田ですかね、この度広島から成田と、はい、広島から成田も羽田から広島もだいたい一緒ですね、飛行機は。ああ、そうですか、はい、ああ、そかそか。比較的こう便利に来ることができるようになったってお伺いしたんですが、それはありがたいですね。安芸高田市っていうのはどんなところなんですか？こうご存知かも分かりませんけど、戦国武将毛利元就という武将がいたんですけど、これがこの人のこの居城ですね、ここを拠点にして、はい、勢力の大きい時には、はい、中国から九州の一部、四国の一部を制覇した125万石の武将です。へえ、中国の一部も、加賀100万石というですけど、はい、加賀100万石がちょっとでかいですよ、だから、うん、金沢の方と向こうの方ですよね、中世のですね、はい、で今毛利元就が移住したお城がですね、はい、市役所の横にあるんですけどね、はい、これこの度日本百城の百選として取り上げられた、はい、そうですか、お城の方がね、お城がですね、ただ残念なのですね、中世の城なんで、まあ、目に見えるものがないということなんですね。なるほどなるほどなるほど、まあ、そういうようなそこにはあるね、そういう歴史的な町でもあります。あ、スポーツにも久しぶりがあって、歴史と、それともう一つですね、大きな伝統的な文化芸能でですね、はいはい、神楽とかですね、田楽といって花田田ですね、これの魚町ですね、まあ、こういうような、ね、こう飾られてね、はい、そうですね、この神楽がですね、やっぱしこの安芸高田市の伝統的な文化ということです。これは昨年の平成26年に安芸高田市神楽門前東寺村にて開催された第4回高校生の神楽甲子園である。神楽甲子園とは、日本各地の高校生が安芸高田市に集まり、それぞれの地域に伝わる神楽を披露するというイベントである。神楽は現在日本各地にさまざまな形として伝承されているが、その中でも広島安芸高田神楽は演劇性が強いことが特徴だ。大衆的でのびのびとした民族芸能として今も多くの人を魅了する広島安芸高田神楽。現在安芸高田市では東京成田空港発の広島安芸高田神楽鑑賞ツアーを開催しており、神楽門前東寺村で本物の広島安芸高田神楽を堪能できるようになっている。文化と伝統が息づく安芸高田市、どこか懐かしい、今の日本で忘れられつつあるものが安芸高田にはあるのかもしれない。お姫さんが鬼になったり、いや、はい、この変化がまた面白い。はあ、それはもう代々伝わってきてるものなんですか。この神楽というのはですね、もともとは出雲の国から伝わってきたんですね、はい、出雲の国ではそのご承知のように大国主の御事がこう柔らかな、はい、優しい神楽ですね、餅巻きとかというような神楽だったんだけど、うん、だんだんこれが弱みの国って、出雲の国から、はい、それで秋の国って言います、私のところは、はい、秋の国、はいはい、そこへ
こうルーツがこう伝わってきたということです。で伝わる過程においてですね、まあ、この緩やかなその神楽もいいんですけど、だんだん秋田が来たらテンポが速くなっちゃったということです。早く上がってきたんですか。はい、はい、早くなってきたで今おたまじゃくしがこの6つあったところが、ね、はい、8つになっちゃった。6分の8で速くなっちゃった。あ、うん、音楽の話だね今ね、はい、そうですね。またね、はい、この速さがね、うちのまた魅力なんですね。へー、言ったやつしたのも、舞の速さってこと、うん、言ったやつもいいけど、この速いというのがですね、はい、なかなかこれがまたあの若い人のこうリズム感、あーなるほど、ね、テンポがこうウキウキするような感じ、今に迫力ありそうですね。現代に合うんだ。それがですね、非常にあの感動しますよね、若い人に。ああ、なるほどね。女性がね追っかけたやつだからリズム感に見せられて。へ、あ、そうですか。神楽でしょ。神、はい、神を喜ばす、楽しませる。神の、はい、神の楽しむ。神楽か。でこの神楽って音符がないんですよ。音符がない。ああ。じゃあの、はい、練習なんで笛とかこの。そう演奏する人と舞う人とのね、うん、呼吸の話だから。へえ。それでうまくいっちゃうんですか。うん、だからその都度違うんですね。はい、乗った時には巻いてるとこ乗った時にはうまくいくんですね。ああなるほど。だからこううまくこう乗らないといけないと。で、あの呼吸が楽譜なんですよ。ああ我々と一緒だね。そうですね。乗った時はいいんですけどね。乗らないと。いやまたそう。はい、そうですね。ああそれは素晴らしい。うん、ツアーの料理。ですかね、お持ちいただいたとお伺いしたんですが、もぐりというんですよ、うちは。お客さんが来た時に接待する料理のことはね、はい、もぐり、もぐり、だチラシ寿司のかな、東京じゃ。いわゆるね、こう海苔を巻くんじゃなしにこう、こう一盛りにしてから、はいはいはい、へーへーへー、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、なんかいろんなものが入ってますよ。ちょっと待ってください、ちょっとこれが先ほどお話があったのチラシ寿司。チラシ寿司。あの器は違うんですよ。もっとでかいんですよ。器はね、うん。お豆も入ってて。うん、そこの中あの、うん、いかがでしょう。うん。やっぱ酢飯なんですか。酢飯。あ、そうなんですね。こう見た目は炊き込みご飯なのかなって私ちょっと思ったんですけど。いやいや、うん。もう美味しいですよ。でもあれですね。ここもあるし、あの山の幸が多いのかな。そうだな、そういう風に感じるね。ですよね、お豆も入ってるし、うん、これ何ですか、黒い、これ黒いのはね、海苔みたいな、なんだろう、これ何ですか。どうです、どんな食感ですか。いただきます。しっかり味はあるんだけども、うん、なんかこう歯ごたえがコリコリコリというか、あのキノコじゃない、な、何、こうだっけ、こうだっけ、こうだけともいいし、なる、な、これは何、味あるで、この今の、うん、ちょっと苦味もあります、うん、キノコなんですか。キノコのような感じとかね、こう全くと同じぐらいね、うん、あの味があって、柔らかくてね。ジビエどうですか。鹿肉、鹿肉、これはジビエです。あのジビエって言っていません。そういう呼ばれ方をするんですか、鹿肉のこと。鹿肉をですね、あんまりこの出て困るんだけど、この駆除した時にその、 あの肉をいただくと、ね、ジビエとして味がしっかりあって。これどうやって調理されてるんですか。え、これあの、これはもう燻製とかアイスでやってるから、燻製だよね、うん、あの、うん、ビーフジャーキーまではいかないけど、はい、柔らかいの、その、うん、噛めば噛むほど味が出てきて、うん、でこれはあのビールじゃなくて今日はお茶でっていうね、うん、ね、そういうことですよ、これ、うん、これあのでもお茶もですね、あのつまみに合うぜ、これ、うん、臭みもないですね、うん、全くない、うん、ハブソウ茶と言ってから畑で作るんですけどね、うん、まあ、ちょっとあの、まあ、ハブソウ茶、ええ、これであの、ね、ペットボトルにしてもちょっと今売り出してる、うん、三ツ矢エビスと言って、三ツ矢という名前つけて、緑茶ともまた色は違いますね、ええ、茶色っぽい。で、あ、そうか、これ全部地元で、はい、そうなんですよ、うん、地元で、このフキノトウも地元で、あ、フキノトウ、これフキノトウですか。多分そうと思います。春の味覚、大きいですよね、まあ、すごいな、手で持つわけにいかないけども、これがフキノトウで、こちらは何ですか。これ柚子胡椒じゃなくて、何、フキ味噌じゃないですかね。フキ味噌、うん、はいはいはい、お茶もいい、香ば、香ばしいよ、ごめん、美味しいですか、全然、いろんなものに触れちゃうけど、香ばしいよ、お茶が、あ、すごい好きですけど、しっかりした味、あの、香ばしいですよね、うん、これあの秋の国、広島特有のお茶ですね、ありがとうございます。これも初めての味だな、フキ味噌、いかがですか、すっきり、すっきり、
お味噌もしっかり味付いてしょっぱくもないも甘すぎもない、うん、もうすっきりパッていって、うん、これすごいフキの香りなのこれ。あ、そうですか、爽やかな、うわーってしますよね、うん、我々町おこしですね、これはハブソーサーをですね、三ツ矢恵比寿として今売り出してです、うん、ペットボトルにして、あ、今度また持ってきますまずにね、はい、では最後になりますが、はい、浜田市長の格言をお願いします、はい、格言はね、私あの、まあ、町長やって市長やってるんですけど、ね、もうずっと昔からなんですけどね、中庸という言葉大事ですよ。中というね、これ孔子の言葉ですけどね、はい、中というね、要は総用町のようですね、岩田領海でから、はいはいはい、こうですね、はははで私の中庸はですね、これやっぱりこのまあまんべんなく人を愛して、うん、まあ、仲良くしていくということなんですけど、うん、まあ、さっきの成田とうちも仲良くて、はいはい、次のところ あるんですけど、まあ、そういう意味なんですけどね、うん、あの点があるんですよ、重要のように、うん、これ5時なんですよ、5時5時間違えて辞書言ったら点はないです、あえて点があるんです、あ、わざと、それはそれは中庸というのは、はい、大体中という中という字ですね、はい、点があったらまずいんだけど、はい、陽という字はね、ガンダルでね、はい、ちょっと重心がちょっと左寄ってるんですよ、はあはあ、点でちょっとこっち寄ってもらって真ん中だという字、ああ、バランスを整えてるんだ、これ大学の先生とか相談に行ったんですよ、はい、これ5時いけんのじゃろうかって、はい、いや、市長さん、これね、この帰ってね、漢字っていうのはね、あんた2、30年したらこれがね正しい人だとか分からないから褒めてもらいました、いやいや、素晴らしい素晴らしい、やっぱり思いが入ってるからね、本当ですね、なんかもうもっともっとこう浜田市長にお話を伺いしたいんですが、はいはい、残念ながら今日はここでお時間となりましたので、はい、またぜひいらしてください、ぜひね、伺いできればと思いますけど、はい、よろしくお願いします、ありがとうございました。ビジネスブックコレクション、この本はコインビジネスやチャリンチャリンビジネスと呼ばれるコインランドリー投資で稼ぐ仕組みを初めて解明した日本で唯一の本です。百聞は一読にしかず、さああなたもこのあまり聞いたことのないでも必ず見たことがあるコインランドリービジネスの正体を覗いてみてください。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、初めてのコインランドリー投資負けなしバイブル。この本を書いたのは株式会社 MIS 代表取締役の三原淳さん。三原さんはコインランドリーまんまちゃおのフランチャイズを全国で110店展開中、確実に収益を得たい人を対象にしたコインランドリービジネスのノウハウが全て書かれているビジネス本です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。